たちにこいつはやらんぞ。俺に任せろ。頼んでもいないのに余計なことをしよって、我々だけで倒せたもの。そうだな、スミ。へへ、もちろんでやす。あしらにかかりゃあんなやつらコテンパンにのして、こうして、ああして。やつの仲間ではないようだが、
お前もこいつを狙っているのか？俺はそんなものに興味はない。人を探している。仮面をかぶった少年だ。心当たりはないか？そんな奴は知らん。そうか。スミ、いつまでやってるんだ。さっさと行くぞ。やつめ、きっと俺様の光を狙ってくるぞ。ちょっと待て。光が狙われていると言ったか。ああ、この箱の中はあちこちから集めた光でいっぱいだ。あの忌々しい空飛ぶ小僧め、こいつを狙ってくるに違いない。バニタスではないようだが、光を狙う少年、気になるな。その光、俺にも守らせてもらえないか。光を狙っている少年のことが気になる。そいつの名前は？ピーターパンだ。この箱をドクロ岩の洞窟へ持っていく。奴からこの箱を守ってくれ。わかった。同行しよう。受けてみろ。
ケヤキコーヤ集まれハキケヤキハキケヤキハキコーヤハキケヤキハキセキヘッシュセキヘアエッグ燃えろセキヘッシュこれで最後だWe'll be right back.
受けてみろ。燃えろ。船長、昨日話した流れ星のことなんですが。スミ、それはもういいと言っただろう。海賊が流れ星なんぞに浮かれるもんじゃない。それがですね、普通の流れ星はキラッと光って消えちまうもんでやしょ。でも昨日のやつはキラキラ光ったまま島に落ちたんでやす。あらきっと大きな宝石に違いないです。それを早く言わんか。ん？ああ、我々は急用ができたので少し席を外すが、ここは君に任せてもいいかな。ああ、俺はここでピーターパンを待つ。フックのやつ、新しい子分を入れたようだな。僕があいつの注意を引くから、その隙にお宝をいただくんだ。お前がピーターパンか。そうだ。光を奪う気か。なぜ光を狙う？光？何のことだい？ピーター、うまくいったよ。あ、こら、まだ早いって。しまった。うわ。あ。いてー。失敗失敗。なんだこれは？海賊のお宝だよ。金貨に宝石。いつものやつさ。俺はこんなものを守っていたのか。やつに騙されてたのさ。そのようだな。君と戦う理由はなかった。すまない。そんなこといいさ。僕も久しぶりに手応えを感じて楽しかったからね。君の名前は？テラ。ところでテラ、フックはどこにいるんだい？やつは流れ星を探しに行ったようだ。流れ星だって？大変だ、ティンクが危ない。お宝任せたよ、ロストボーイズ。
任せて。行ってらっしゃい、ピーター。俺も行くことにしよう。静かに。おい、異常はないか。フックだ。隠れていろ。ああ、問題ない。それは？ティンカーベル。ピーターパンの仲間だ。見せてもらえるか。こいつを盾にすれば今度こそ奴はおしまいだ。どういうつもりだ。どういうつもりもない。俺の心に従ったまでだ。このただでは済まさんぞ。あの音は。やった、フックを追っ払ったぞ。星の一つ一つが世界だ。あ、テラ、この世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある。
光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかな。それってどういうこと？要するに弁みたいなもんさ。なんだよそれ。弁にもそのうちわかるさ。今知りたい。ああ、お宝なくなっちゃった。ふーん。君たちは本当に宝石や金貨が欲しかったのか？ん？ううん、そんなのいらないよ。でも、ピーターに任されたし。だったら君たちの大切なものを入れればいい。それが宝物になる。そうか！そうか！うん、そうするよ。ありがとう。俺の宝物は何だったかな。